下焼きレモン。ちょっとコリコリして美味しい。食後のデザート。ふわふわとろとろ。おいしい。まちゃんさん限定の子供が喜ぶお菓子抽選会。まずですね、こちらの方が、くじ引きとなってます。1,2,3 と数字が書いてあれば当たり、何も書いてなければ外れ。しかしこちらの方で外れの方も、お菓子のつかみ取りができる。すごく子供が喜ぶと思うので、ぜひ来店の時はお声かけください。いきます。一等は何なんですか？一等はお菓子の詰め合わせの豪華。任天堂スイッチとかね。あ、ちょっとそれはちょっと社長の方に聞いて、今度入れて開いてみましょうと、答えはなー、外れです。しかしこちらのお菓子のつかみ取りができます。これ切るだけ切るだけです。本当に遠慮なく切ってください。おっと、あ、ちょっと、はい、実は、ね、やったー、こういう感じで本当に合うの？あ、でも引き合いはあれ。そうだこの店。いや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 。無料ですからね。はい、すごい。はい、当たりました。これ一等。こういうことなんですよ。はい、楽しみにして来てください。本日の定食はこちらですね。洗剤機を使って揚げ物じゃなく焼いていきます。へー。生姜の香りとニンニクの香りでご飯が進みます。焼く、はい、普段はやってるんですか定食は？普段はですね、あの常連さんとかがやった時もお焼き以外食べたいっていうので、いろいろ自分なりに日替わり定食みたいな感じで作ってます。まあ今後ちょっとあの、まあ、昼間のランチとかやったらなと思うので、みんなで協力してメニュー考えていきたいと思います。コロッケです。僕の友人が作っているコロッケです。桑原食品の桑原コロッケ、伝統のある今治で有名なコロッケなので、これも定食の中に入れたいと思います。それは何やってるんですか？そうですね、お吸い物を作っています。ある材料でちょっと作らせてもらうんですけど、今日はまあえのきがあったんですよ。えのきを使わせてもらうんですけど、垂らすことで香りになります。出来上がり。出来上がりです。美味しそう。松山と今治、今回はちょっと現場に入ります。僕は